じゃあ準備ができましたのでサップに乗っていきます。リーシュコードをつけます。そして重くて動かないですけど、特にこのサップはちっちゃいので、おっと危ない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 。あ、やばいやばい。パフ。ハンちゃんが、ハンちゃんが乗ってきました。ハンちゃん乗ってきた？ババのタップの方がいい。危ない。あんこにパパが乗ってるサップは一人用のサップなので。いつも乗っている2人用と比べると安定性が悪いです。あんちゃんあんちゃんあんちゃんちょっとどこ行くあんちゃんあんちゃんが後ろに行ってしまいました。水面が鏡のようで非常に綺麗です。よいしょ。こっちゃんこっちゃんたちはい、こっちあんちゃんはパパの膝に乗っていくのがいいみたいです。パパ、まっすぐ。パパ、右。よいしょ。じゃあ、ちょっとスピードを乗せて行ってみます。じゃあ、ママどこ行った？ママ、ママ先に行っちゃった。あ、あんちゃんごつんしちゃった、ごめんね。はい、上陸しよう。この辺は富士山の溶岩でできた湖なので、ゴツゴツ、これまさに溶岩。ちょっと日が出てきたので、本栖湖ブルーがちょっと見えるようになってきました。こっちゃんたちを乗せて、ちょっと待てよ、はい、よし、あ、はい、乗ってきました。
たちを乗せても全然広いので使いやすいです。こっちおいで。なんちゃんは、なんちゃんはとりあえず、とりあえずブルブルして撫でろ。富士山が綺麗です。じゃあちょっとスピードを上げて行ってみたいと思います。よいしょよいしょ、はいはい、ふにゃふにゃ言って、あ、危ない危ない。ママーって、あんちゃん、どうしたの？こっちのサップ重い、重い、全然進まない。そっち軽いでしょ、うん、重い、めっちゃ重い。乗り移ろうとしてる、ほらほらほら、危ない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 、絶対押すなよ、絶対押すなよ、あんちゃん。あー、こっちゃん落ちちゃった。こっちゃん、こっちゃん、あ、こっちゃんちょっと泳ぎたかったのかも。ちょっと泳がせます。こっちゃんは泳ぐ方が好きみたい。こっちゃん、こっち上がる？上がる？上がる。はいはい、こっちこっち。こっちゃんこっちこっちこっち来て。はい。はい、よいしょ。はい、どっかしょ。うわ、すごいブルブルされた。このサップなら結構、危ない危ない危ない。あんちゃんちょっと、あんちゃんが、あんちゃんがかなりうろうろするので、なかなか立って乗るのは難しいんですが、ただまああっちのサップに比べるとかなり安定性は高いので、漕ぎの方がパドルが長く使えるので、結構推進力が出ます。よいしょ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 。危ない危ない危ない、あんちゃんちょっと危ないからうろうろしないでよ。危ない危ない、うるわうるわ、ちょっと座って動くことにしましょう。
はい、じゃあサップ行こう。あんちゃん。はい、あんじ。はい。はい、ジャンプ。さあ。で。危ない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